JR 宇部線宇部新川駅です。現在14時55分商店街港の方に行ってみます。宇部は彫刻の街です。出会いの泉新川駅前商店街、縛られたピラミッド。こっちは商店ないです。一応案内があります。ちらほらお店があります。公園です。海の方です。アーケードがあるんですね。反対にもアーケード。車は一方通行。交差点なんでしょう。ステージがありました。銀天エコプラザ、桜が少し咲いてます。工場に近づきました。海が見れるでしょう。宇部港800メートル。道が広いです。公園の桜もこれから。橋があります。桜の木が並んでますね。咲き始めてます。風が強いです。砂ぼこり舞っています。河口を眺めています。風強いにされます。松の木、海岸に出ましたね。これが宇部港ですか。漁港ですね。何の魚を取るんでしょうか。フグですかね。金が気になります。遊覧船ないのかな。鳥がいます。周りは工場だらけ。結構文字を見つけました。こんなところに水の通り抜け。ロープがないけど入っちゃダメでしょうね。本当に風が強いです。砂ぼこりが目に入ります。真面目大橋。フェリーはないみたいですね。宇部港定期航路はないみたいです。市役所の方に向かっています。広いアーケードの商店街、サテライト、ハミングロード新天町。結構長いです。宝光寺です。すぐそばは広い車道です。タクシー乗り場があります。
神社です。中津瀬神社。狛犬はライオンです。雰囲気が違いますね。いよいよ端っこです。振り返っています。駅に向かいましょう。広い時は通りです。私は北の駅の方へ。傘を使用。すぐ大きいです。ポリスです。西に少し戻る方向。駅に着きましたね。16時30分琴島駅。鯉がいます。宇部線は単線です。真面目川に行ってみます。児童公園です。川がカーブしています。錦鯉がいました。真面目川です。桜の名所。石橋の雰囲気ですね。渡ります。灯台の橋桁。もうすぐ満開。宇部線の鉄橋。新都市。斜めに見えます。時計動いてないのではない。宇部新川駅に近づいています。飛び石。アナのホテル。宇部新川駅に着きました。